1942年5月24日、あるとんでもない試合が生まれた。それは、現代の中日ドラゴンズにつながる名古屋軍と、太陽軍の試合だった。9回でも決着がつかず、延長戦に入ったわけだが、その試合は、延々と0点が続いた。延長28回、両チーム引き分けで、結局、その試合は終わった。この延長28回というのは、現在においても、NPB、メジャーリーグを含め、延長の最長記録なわけだが、驚くべきことに、名古屋軍、太陽軍ともに、両先発が完投したのであった。名古屋軍の先発、西澤道夫、311球。太陽軍先発、野口二郎、344球。二人合わせて、655球という、現代ではありえない数字なわけだが、今回は、そんなめちゃくちゃな試合を、紹介していきたいと思います。試合の経過を紹介する前に、ちょっとだけ予備知識を紹介しておきたいと思うのだが、太陽の先発、野口二郎は、戦前から戦後にかけて活躍した、大投手である。1942年に、NPB で最多の19完封と、今後誰も破ることはないと思われる記録を残したり、1940年と41年に、2年連続で、防御率0点台を記録したりしているわけだが、あだ名は、鉄腕と呼ばれていたらしい。まあ、28イニングも完投すれば、鉄腕と呼ばれるのもわかるわけだが、もう一人の鉄腕、西澤道夫とは、こんな感じである。中日ファンなら知っている人も、多いかもしれないが、西澤道夫は、戦後、主に野手として活躍し、ミスタードラゴンズと初めて呼ばれた選手だった。なお、野口も結構打者として活躍していたわけだが、ここで、若干衝撃的なことを知らせなければならない。この1942年5月24日の試合は、後楽園球場で行われていたわけだが、その日、後楽園球場で行われた3つ目の試合だった。1試合目は、朝日軍対名古屋軍。2試合目は、巨人対太陽軍。つまり、太陽と名古屋にとって、延長28回の試合は、その日に戦った、2回目の試合ということである。また、もっと衝撃的なことは、その試合の前日、野口二郎は、朝日軍を相手に、1安打、完封勝利を挙げているということである。世界記録である、28回の延長戦の前日に、9イニングを完封しているというのは、正直、いい意味で、どうかしているとしか思えなくもないのだが、まあ、とにかく、プレーボール。序盤、太陽の先発、野口二郎は、本調子ではないようだった。1回の表、ワンアウトから2者連続ヒットを許し、その回は抑えたものの、2回と3回に、1点ずつ失点してしまう。さすがの鉄腕野口も、前日の完封の疲れがあるのかと思いきや、必ずしもそうではないらしい。実は、前日の完封勝利の後、野口は、巨人の川上哲治と飲みに行っていたんだとか。当時はすでに、太平洋戦争が始まっており、店では、ビール一杯くらいしか出してもらえなかったらしいのだが、野口らは何軒もはしごして飲んだという。野口曰く、二日酔いだったのだが、回を追っていくと、気分が入ってきたらしい。その言葉通り、3回以降、野口は、名古屋打線を抑え続けたのだった。試合が動いたのは、6回裏だった。太陽の3番、浅岡の2点タイムリーで同点に追いつくと、続く7回にも、相手のエラーに乗じて2点を追加。野口も好投を続け、9回表2アウト、ランナーは2塁にいたが、あと、アウト1つまでこぎつけた。球審だった、島秀之助も、あともう1つアウトが成立すれば、試合が終了すると思ったらしい。しかし、ご存知の通り、この試合は、まだまだ終わらない。バッターボックスには、古川製造という選手が入っていた。その試合はキャッチャーでの出場だったが、元来センターを守っている選手である。古川の打率は、試合前まで1割7分9厘に過ぎなかったが、3回にレフトへヒットを打っていた。カウント、ノーストライク2ボール。野口は、3ボールを避けたかったのだろう。速球は真ん中に入った。戦前から活躍していた野球評論家によると、古川のバットからは、金属音のような音が聞こえ、打球は、まっすぐ左中間スタンドに入ったらしい。これで試合は、4対4の同点。9回の裏に、
太陽は得点できず、延長戦に入った。まあ、延長戦といっても、ずっとゼロが続くだけなので、そんなに注目すべき点もないわけだが、延長25回終了時、この試合は、日本記録を更新した。1933年8月19日、今の夏の甲子園にあたる、全国中等学校優勝野球大会にて、準決勝で、中京商業と、県立若志中学校が対戦。延長25回に、中京商業が得点し、さよなら勝ちした。この試合、中京商業のキャッチャーを務めていたのは、野口明。そう、野口二郎の兄である。兄弟揃って、延長に縁があるのはかなり驚きなのだが、もっと驚くべきことに、野口明も、延長28回の、名古屋軍と太陽の試合で、太陽のファーストを守っているということである。個人的に、驚きを通り越して、笑えるくらいである。続く、延長26回が終了すると、場内には、世界記録を破ったというアナウンスが流れたらしい。これは1920年5月1日、現在のロサンゼルスドジャースの前身である、ブルックリン・ロビンスと、アトランタ・ブレーブスの前身である、ボストン・ブレーブスの試合の記録を更新したためであった。そして、延長27回の裏、ゼロ更新が続いていた太陽に、サヨナラ勝ちのチャンスが訪れた。ツーアウト、キャッチャーとして出場していた、佐藤武雄という男が、ツーベースを放つ。本来なら、三塁まで余裕で進める打球だったらしいのだが、足の遅い佐藤は二塁で止まった。そして、次のオリベという打者が、左中間にヒットを放つ。ベンチにいた、野口二郎は、勝ったぞと思ったらしい。しかし、二塁の佐藤武雄は、サードベースを回ったところで転んだ。佐藤は這いつくばりながら、サードベースに戻ろうとしているところをタッチされ、太陽の攻撃は終了したという。せっかくのチャンスを無駄にし、28回も、両チーム無得点で、その試合は、引き分けのまま終わった。日没のためという文献もあるが、球審の島秀之助によると、まだ日没までに、2、3イニングはできたという。それでもゲームセットとなったのは、連盟本部から、28回で終わりなさい、という指令があったからだった。延長28回の世紀の一戦は、最初に言ったように、野口が344球、西澤311球の大熱投。しかし、試合時間は、わずか3時間47分だった。メジャーリーグの記録を破った時、球場のファンたちは、アメリカに勝ったと喜んだという。いかにも、戦時中という感じだが、思うにこの試合が、延長28回まで続いたというのも、戦争がかなり影響していると言わざるを得ないわけだが、次は、そこのところを軽く紹介したいと思います。1942年というのは、太平洋戦争における日本の転換時期だった。諸戦の戦勝に酔っていた日本だったが、1942年4月18日、米軍は日本の本土を初めて空襲。新聞は被害は最小限だったと言っているが、軍部や市民に大きな精神的ダメージを与えた。また、6月初旬のミッドウェー海戦で日本は空母4隻を失った。そして、8月から始まったガダルカナル島の戦いで日本は消耗。アメリカ・イギリスとの戦況は完全に逆転するのだった。名古屋軍と太陽軍の一戦がそんな1942年に行われたことは重要である。当時、日本野球連盟の理事長だった鈴木隆二は陸軍報道部の山内一郎という大尉に呼び出される。当時のプロ野球は軍部の宣伝にも利用され、報道部も強く関与していたのだろう。山内大尉はプロ野球の試合に引き分けがあるのはけしからんと言ったそうである。引き分けなどという生ぬるいのは戦意の高揚にならないとのことであった。結局28回で終わったわけだが、名古屋軍と太陽軍の試合がそこまで続いたのはそういう事情があったのである。また山内大尉はこんな注文もつけている。アルファ付きで勝つのはおかしい。高校のチームが勝っているにしても、9回の裏までちゃんとやるべきである、と。アルファ付きというのは、要するにスコアボードについているバッテンのことらしい。軍国主義にのっとって相手を最後まで撃滅する関東精神が叫ばれた、という感じだろう。まあ、当時はそんな空気だったのである。28回の試合を戦った太陽は、
もともと翼軍というチーム名で、大政翼3回から取ったものだし、名古屋軍のロゴは、ナチスのハーケンクロイツをモデルにしたものだったらしい。そして、28回まで試合が続いたのには、また別の角度から戦争が影響している。当時は、物資が不足し、野球ボールの質が著しく悪化していた。ボールが飛ばず、とにかく点が入らなかったのである。名古屋と太陽の試合で、延長に入ってから無得点がずっと続いたのには、ボールの影響も大きいだろう。当時は、綿製品の製造、販売が禁止されており、スフという人工繊維で、ボールの芯を作っていたという。また、使い回しが多く、ボールが飛ばなかったらしい。1942年のリーグ防御率は 1.77 と、2021年までの全てのリーグの中で最も低い。他の戦中の粘土が上位を占めているのも、ボールの影響が大きいのだろう。また、1942年の首位打者である古翔生の打率は2割8分6厘で、歴代の首位打者の中で最も低い。打率が3割を下回ったのも、1942年以外には今のところ存在しない。こんな感じで、名古屋軍と太陽軍の世紀の延長28回は、戦争の影響もかなり大きかった。たった1試合で、戦時中のことまで話題を広げられるというのは、野球の歴史というのはなかなか興味深い。ところで、私事であるが、この野球チャンネルの他に、歴史のチャンネルもやっている。まあ、当分は野球の方に集中しようと思っているので、ほぼ更新しないと思いますが、よかったら、ぜひ。最後に強引に宣伝を入れる感じで終わってしまって、すいません。終わり。